そりゃあな、予告出なきゃダメだって突っ込み入れるからね。そう。面白い。ニューマさんそれ言って言うか、ね、予告、横で食うから予告だってって日本マさん横で食うから横から食うから予告、ね、横を食べるくない予告そうだそうですんで、よしこれで気分盛り上がっちゃうぞ。なんだなおい、よし勝手に気分を盛り上げなきゃ。いやなおい、くっそね。こんばんは、こんばんは。8月26日午後7時148回しゃくり松郎の時間になりました。これだね、146回か。なるほど。こんばんは、8月26日午後7時になりました、第148回しゃべりましょうですね、今日の街なんですけども、予想最高気温はなんか28度だったんですが、どうする30度以上あったんじゃないですか。暑かったですね。だけどね、なんか気持ちよかったね。すがすがしい暑さね、俺みたいですね。いやまたねそれ言わせようとしたんですよ。よかったですよ。ということでこの30度あったんですけどね、すがすがしいこの気分の中でいつも通りしゃべきうる町の生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、じゃあですね、無病息災家内安全などを願うなんか100万遍ですか、この行われたですね、東条東原町の区長の宮沢さんにおいでいただきました。宮沢さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。ところで早速なんですけど、宮沢さん、その100万遍って何ですか。あ、これはですね、うん、160年ぐらい前から、うん、続いてですね、無病息災を、願う、8月17日に行われる、毎年毎年行われる、地域の伝統行事です。あ、そうなんですか。はい、それ伝統行事なんだけど、具体的には何するんです。ですね、秋葉さんというね、お宮さんの広場に集まって、なんかですね、頭図を大きな頭図の周りにね、車座に座りまして、何枚暖房何枚暖房と唱えながら、それぞれの願いを込めて、お祈りをすると、そんなようなね、そうなんですね。今なんかちょっと写真出てるんですけどね、これが写真が、あ、これが場所ですか。これがその秋葉神社、やる秋葉神社の、ここいいところにあるんです。森の中のなんかすごくいいところですね。ここでやるんですか。ちょうどね、西側がですね、森があってですね、西日があんまり当たらなくて、あ、そうですか、具合がいい。で次の写真はどうですか。これは何ですか。あ、今のやつがですね、これがですね、何やってその100万遍をやるですね、
用意をする、用意準備、準備をしているところですね。それで長老の人に聞きながらですね、毎年やるもんでね。こちらの人は長老ですか？指図していただいてですね、ここあれこここういう風になってるんだとかね、いいな、あれそれ今次ね、あ次の写真ね、はい、あるんですかね、はい、はいはい、この次の写真がこれあれですか？これがその図面と言いますかね、はい、ここに何を用意しろとか、ここへどうやって飾りなさいとか、ね、細かく書いてるんだ、はい、いちいち、むしろこう引きなさいとかね、あむしろ引きなさい、なんか線が引っ張ってるな、この線、あの線がですね、くにゃくにゃ曲がってるのが電線ですね、電線まで入ってるの、電気をここへつけた方がいいですな、ちょうど明かりがこう具合が良くなるとかね、で次の写真はどうですか？で次が、はい、これ下ですね、はい、これがちょうどこれ、電気をつけたいね、準備をしているところですね。準備してるんだ、皆さん。これまだ明るいんですけどね、電気をつけて、なるほど、こっちの方向がいいとかね、写真 ねやってるんですがね、はい、この写真はこの次が、これがですね、始まる、ちょうど始まるところですかね、準備しとった皆さん言ったようになんか回してる雰囲気ですよね、これでだんだん、部落の人たちがね、で3、3、5が出てくると、次もそうですか、あこれがいよいよ本番で始まってるところだと思います、ね、じゃあ次も行きますね、はい、これがこの次もそうですか、これがね、一生懸命皆さんね、だんだんとね、来てる、なるほどなるほど、数珠を回してるところですかね、黒い服を着てこちらを向いてる人が鐘はたいてるんですが、鐘はたいてる写真が確か、あこれがですね、これそうですね、ちょっと黒い人とは変わったみたいですがね、あ変わりましたね、今の人が後ろ行ったかな、そうですね、これで皆さん笑顔で、楽しみですよ、楽しみなんだ、なるほど、やっちゃうんですがね、次行ってみますか、はい、この次も、これがですね、鐘をはたくんですが、拍子がだんだんね疲れてきて、狂ってきちゃうんでね、次の人に代わってください、あなたどうですかとか言ってね、言ってるんだ、手出してるね、手出してお願いしますよとかね、なるほど、やってるんですよね、それで、あこれがですね、区長さんじゃん、宮沢さんじゃん、私なんですが、うん、何やってるのこれが、帰りに持ってっていただくお札をですね、下の香炉で線香を焚きまして、その線香の煙で清めてですね、なるほど、しっかり清めて皆さんにお会いすると、心こもってるね、素晴らしい、このじゃあ次この後、はい、お上げしてる写真を、はい、これがこれがね、やっぱ笑顔で、これそろそろ私帰りますというとね、お札を持っていただくお上げするんだ、してね、なるほどね、次がで次が次があこれです、これは帰りにですね、悟空とこの、今食べてるのスイカだと思いますがね、スイカをね食べて、それで帰ってくんですがね、じゃあ、これ皆さん見出した方に全員くれる、全員にですね、その場で食べて、全員にその場で食べて、これ食べてみんな帰っていただくと、かなり安全、病気にならねえ、なるほどね、悟空ですからね、悟空ですかね、はい、悟空ってやつですね、違った、これだ、はい、はい、これで悟空を上げてるところが、はい、これがね、役員の奥さんが、なるほど、役員の奥さんちがスイカを切ってね、いっぱいありますね、明るいうちからね、用意して、で、道を通って勤め帰りの17日っていうとね、平日の日もありますからね、勤め帰りの人もこの道通って帰るんでね、あげちゃう、帰る人にもここに来た人だけではなくてね、通りすがりの人にもあげちゃう、素晴らしいね、どうぞどうぞって言ってね、太っ腹だね、太っ腹ですかね、すごいですね、これだけ用意したら大丈夫ですよ、ね、あの下にもありますからね、あそうなんだ、いやそれはそれは、ここで次が、で次があ違う、これ次下だな、間違えちゃった、あ下ですね、はい下ですね、はい、
これはこれがちょうど中ぐらいだったですかだと思いますがね、はい、まだちょっとそのまだ、ええ、あの空の方がね、うん、ちょっと、うん、なるほど、まだいくらか明るいって感じです、ね、こんなイメージの中でやってるんですか、ね、素晴らしいね、どうですかこれね、木橋でね、かっこいいですね、いいですね、ね、はい、で次は次が、はい、これが、あ、これがね、これがさっき言ったこれをさっき言ったお札なんですがね、これあの毎年毎年ね足りなくなってくるもんでね、なるほど、あの役員さんちでね、うん、みんなでこれあのするんですよね、あ、何自分たちがするの、百何十年も前からのね、あの版木がありましてね、ほうほう、それを墨みつけて、役員さんがみんなで、みんなでねするんですよ、大変ですね、何百枚もうまく擦れたとかね、ほうほうほう、これは真っ黒になっちゃったとかね言いながらね、そうだ、みんな違うじゃん色が、ええ、濃いのに薄いのあるね、そうですよねなるほど、まだこれは最高にできた方ですが ね、 なるほどね、真っ黒になっちゃってね字が見えなくなったりね、大変なんですよね、わかりました、ええ、ところで皆さん、これどうしてこんなような行事が行われるようになったんですか、それがですね、なんていうんですか、昔はその川が、川が生活の生活用水といいますか、ね、あの川が、うん、あこの川で、食器を洗ったり、ね、洗濯したり、もう体まで洗った人もいるかね、るまあそんなようなことをしてて、それそうするとね、うん、上からその上での方で伝染病とかそういうものがあるとね、うん、あの下の方まで流れてくると、こちらの方まで来ちゃうと、そういうことでね、まあ、あの土手とかね、そういうのも今この写真にあったように土手があんなにうまくできてないもんでね、氾濫したりいろいろするもんで、そうすると余計にもね伝染病とかあるもんでね、そうですね、そこでみんなね洗ったりしてれば流れてくるもんね、やっぱりなっちゃいますよね、病気まで来ちゃいますからね、まあ当時まあねお話の160年前というと江戸時代ですね、大変なことも多かったんでしょうね、そうですね、やっぱりそのお医者さんも少ないしね、なるほど、それで病気があると、これ病気というよりもね、もう何、うん、ですか、話によると、うん、悪魔の仕業だ、うん、悪魔の仕業だということでね、悪魔を払うため の、 その行事と、ね、いうことで百万遍行事と、なるほど、ということで、そういうふうに言われてますよね、当時から現在今まであれですか、ずっとこう変わらず行われてるんですか、休まずなんかね、休まずに8月の17日に、だいたい夕方、それがまああのね村区の人の糧というかね、楽しみというか、じゃあそのこういう100万遍に対する思いっていうのは、その地域の人も思い入れがすごいんでしょうね、そうですよね、やっぱりそれが地域の心の拠り所っていうかね、いいこと言いますな、世の中今忙しいですから ね、 ね、集まってね、さっきみたいにみんなでニコニコしながら数珠回すとね、村の人たち、皆さんこういう行事っていうのはさ、他でもやられてるんです、ここだけだと、あの前はですね、うん、あの東条の近所の隣同士のようなところでもやってたみたいですし、また長野市の中でもやってたところがあるらしいんですがね、うん、まあ、今話に聞くとこの東原町ぐらいではないかなと、そんな話を聞いてますがね、はい、そうですか、皆さん実はですね、そういうあの皆さん本を今持ってきてもらったみたいなんだけど、これですね、だからね、与那野にお住まいの青木貞元先生がね、この身を書いてくれたみたいですね、そこにあるんですかね、 ここにね入ってるんですかね、私もねそれ前ちょっと見たことあるんだけど、よく読んでないんだけど、今回ねちょっとここにね、あらすじね、こういうそれ全部見るとなんか10分か15分ぐらいかかるらしいね、そのぐらいかかりますよ ね、はい、だからあと3分ばかなんでね、ちょっとあのね私予約してきたんでね、ちょっと朗読したことないんだけどね、ちょっと朗読させてもらおうと思ってね、ちょっとねすいません下手なんですけども、今から160年ほど前の安政2年8月、一人のお坊様が日の暮れかかった昼川のほとりを城下へと急いでおりました。東原町に差し掛かったところ、二人の村人が座り込んで皇位神様の前で石に祈り続けておりました。お坊様が声をかけると、二人の村人はすがりつくように懇願しました。
俺たちの一人娘が流行り病になってしまって、皇人様にお願いしてるんだがどうにもならない。どうにか娘をお助けください。村は生き地獄のようで村中が大騒ぎなのですと。お坊様は周囲を見渡し、この辺りは妖気が漂い悪魔がうようよしている。よし、悪魔退治に取り組むか。今夜みんなで皇人様の広間に集まるのじゃと力強く言って、どこか行ってしまいました。見る人たちはこのお坊様はきっと偉い方に違いないと口々に言って、夕方になるのを待っていました。日も沈み、辺りに涼しい風が吹き始めた頃、お坊様はいつの間にかおいでになり、傍らに大きな風呂敷包みを置いて読経を唱えていました。まもなく広場に集まった村人たちに、この辺りはあくまでいっぱいです、皆さん全員で100万遍の念仏を唱えて悪魔を退治するよう願ってくださいと言って、風呂敷包みから大きな大きな数珠を取り出し、この数珠を囲んで輪になって何倍何も何倍何もと唱えながら数珠を回してください。結び目が自分のところへ来たら一心に悪魔退散のお願いをしなさいと言いました。念仏は夜を徹して必死で行われ、お坊様も村の人たちも悪魔との戦いに全勢力を注ぎ、100万遍念仏を唱えました。そして東の空がほのかに明るくなってきた頃、お坊様はもう大丈夫です、皆さん家に帰ってみなさい、悪魔は逃げ去って皆元気になりましたよと言い、早く家に帰ってあげなさいと言って城下に向かってしまいました。村の人たちはそれぞれ家に帰ってみると、昨日まで苦しんでいた子供やお年寄りが布団から起き上がり、どこ行ってただ、腹減った、飯を送れやなどと、昨日までの重苦しい雰囲気はどこへやら、村は明るさに満ちた朝を迎えていました。村の人たちは急いで皇人様の広場に行ってみると、お坊様の姿はどこにも見えず、素晴らしい朝の光の中にただ大きな数珠の入った風呂敷包みと、各家庭に配ることのできる宝生百万遍の札と書かれたお札と、爽やかな昼川のせせらぎだけがありました。東原町の人たちは二度と悪魔を近づけないようにと、毎年8月17日の夜、百万遍の念仏を村上げて行っているそうです。そのおかげでこの時以来、伝染病や災害は起こらず、豊かで平和な里として栄え続けてきたと言われています。こんなのねえ、これがね、青木先生が書かれた民話なんですね。そうですよね。だいぶ時間進み進みだったんですけども、宮沢さんもその本を買われたんですよね。ええ、これね、これあの先生、これ あのまとめるのにね、みんなで村の人たち、分かってるような人たちとかね、私はまあ分かって、あんまり分かってなかったんですが、そうなんですか、ゴミ会集まってね、またもしね、興味があるもんね。あ、そうですか。また時間ありましたですね、こんな本も読んでいただきまして、はい、そうですね、すいません、ちょっと時間も過ぎちゃったんですけども、今日本当に宮沢さんありがとうございました。どうもありがとうございました。さて皆さん、はい、来週のしゃべくりマシロ、はい、いやね、私本読んだことねえんでね、うん、小学校以来での本読んで、うん、途中でも本当に疲れちゃったな。よかったね、私ども、ああいうのもいいね。いや、うん、すいません、緊張しましたな。いい、そう、はあ、大丈夫だね。だいぶ、そう、ありがとうございました。いや、来週は、来週はね、これ松代っていうんだよね、松代まんじゅう製造元でね、夏目商店さんっていうのは3代目のね、当主に一応お聞きしようかなって。
まんじゅうの作り方から。作り方、うん、どうしてまんじゅうなのって。どうしてまんじゅうなので、何まんじゅうなら来週持ってきてくれる。あ、そうそうそう、ちょっと今日は違うでしょう。今日だって、うん、今日でも仏さんのあれだったからよかったんだけど、ちょっと今日はじゃなくて、うん、今でしょってでしょ、うん、今でしょ、はい、さっきん、ね、日本間さんが今でしょって言えって言ったんですよ。今でしょ、はい、違うんですか、今日来週、来週、はい、来週はちょっと皆さんで食べようかなって、ね、いやダメだ、さっきね、はい、これもね日本間さんだけどね、うんうん、ね、うん、予告だからね、うん、予告で食うってずっと言いましたよ。面白いよ、笑ってくださいさあ、ね、そういうことね、ね、そういうことです、はい、余計なことを言いました、はい、これは日本マスが言ったんですからね、うん、はい、ということで、はい、来週のしゃべくりまちろ、ね、まんじゅうをね、持ってきてくれるんでしょ。そうです、はい、じゃあ、来週のしゃべくりまちろ、おまんじゅうを楽しみに、あ、そうじゃねえか、うん、ね、あ、おまんじゅう楽しみに、お話ね、はい、はい、来週のしゃべくりまちろ、どうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。しゃべくり松代、また見てねー。